めちゃめちゃトゥルトゥ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 イ。はい、どうもトゥイです。夜ですね、すっかり本日ですね、明日東京でちょっと予定がありまして、全泊でね東京に来ております。はい、ね、ピーポーピーポー、ちょっと道路沿いでね車の交通量が多くてうるさいですけど、負けずにこうやってきます。あ、まあ迷惑にならない程度にまあちょっとね夜ご飯でも食べたいなと思ってプラプラ歩いてます。まあお店で食べれたらベストですけど、もしかしたらコンビニになるかもしれないと、まあわかりませんが歩いてみます。ギロッポンの夜にチャンチャンチャチャチャラチャチャチャラチャン。はい、ちょっと歩いたんですけど、もうどこもね混んでたんでコンビニで買ってきました。買ったもの紹介しまーす。買ったもの紹介していくよ。ドーン、大量だよ。まず1個目からいくよ。ウィーン、ウォーター、ウィーン、スパムむすび、これうまいのよ、大好き、一番大好き。ファミマで、はい、ファミチキスパイシーチキンです。 R1 グランプリ、チリトマキャップラーメン、俺これもねカップラーメンだとトップで好きです。カフェオレ、高千穂行きたいです。いつか行きたいです、行きたいです。ピント合いません。先生先生、化粧水セット、便利だね、便利だね、便利だね。え、お箸と、あと、パパパ、パッキング、パッキング、パックマン。はい、こんな感じです。じゃーん。たくさん買っちゃったよ。やっちゃったよ、やっちゅっちゅっちゅっち。食べていきます。ライトオン。おー、いいじゃないですか、皆さん。はいはいはい。まぁ、ちょっと下からの画角ですけど。早速ね、ちょっとご飯タイムいいですか。もう夜の12時盛りました。9時半ぐらいです。はい。チリトマをお湯沸かしつつの、ちょっとご飯。R1 と、これどっちかはお風呂後に飲もうかな。いやー、腹減ったっすね。今日ね、お昼も食べてないんですよ。もうペコペコペコポボン。ペコペコの割にはなんか、もう腹減り、通り越してさ、ちょっとしか買ってないんですけど、ラーメンとチキンと麺をいただきたいと思います。いっぱいある。いやー、お腹すきましたよ。ちょっと皆様、今日もお疲れ様です。いただきます。皆さんもゆっくり食べてください。ご飯いただきます。ちょっと冷めてます。わ、いいわ。なんか場所がさ変わるだけでいいですね、撮影場所が。なんか今日一日だけお世話になるんですけど、まあ最高ですわ。うん、ふん、さっきね、ちらっと紹介したんですけど、これ、うん、おにぎりだと結構トップで好きですね。ファミリーマートで今回いろいろ買ってきたんですけど、ファミマのおにぎりだとダントツでこれが好き。なんなら、ファミリーマートのご飯で一番好きです、これが。スパム結び。これもね、ラスイチでした。あぶねえ。乾杯。トッパー。スペイン語の乾杯。バン。ちょっと早速いいですか。これ食べたことある人多いんじゃないかな。スパムになってるんですよ、沖縄のスパム。ほら、うわ、やべえ、これやべえっしょ。肉厚ですよ。あー、美味しい。滑っちゃう。やばくね。美しいです、美味しそうです。いただきます。マジでうまいわ。ちょっとね、しょっぱさ、塩辛さがいいんですよ。うまい。これ足んないかもな、スパム結びだけじゃ。うん、ふ、ですね、まあ今回ホテル泊まってるんですけど、なんか宿泊税っていうのは皆さん知ってます？かかってですね、その宿泊料金プラスでまあ税がかかってきて、なんか他のホテルとか泊まった時はさ、もうそれが含まれてんのかな。あんまり宿泊税ってのに馴染みがなくてちょっとびっくりしちゃった。宿泊税で200円、って感じ。いっぱいありますね、税金がね。まあこの動画はいつ出るかわかんないんですけど、今もう8月の下旬なんですよ。そろそろね、旅行に行きたいなとか思ってます。はい、年に最低でも1回、去年は 2,3 回旅行行ったんですけど、旅行に行くって決めてて、まあまとまった休みがもらえた時とか旅行行きたいなと思ってて、今候補がいくつかあって、1つ目が沖縄県
やっぱね、沖縄ね、好きなんですよ。本当に大好き。やばい。高校生の時に、僕、修学旅行で沖縄行ったんですけど、その時より数倍、大人になってから行く沖縄がね、ほんと良くて。なんだろう、まあもちろん緑とか海とか、なんか癒されるんだよね、心が。で、その大人になってからさ、お酒とか、オリオンっていう沖縄のビールがもう大好きで、まあ、それに加えて、海ぶどうとか、なんだろうな、おつまみ系、そういうのがね、すごい美味しい、楽しいって思える。大人になってから感じたね、ハッピーがたくさん沖縄で見つかりまして、ちょっと沖縄かなりいいんですよね。今んとこ、2年連続、3年連続とかで沖縄行けてて、畑入ってからね、去年なんて沖縄3回ぐらい行ったんじゃないかな。そんぐらい行けてて、ありがたいことに。今年も行きたいなっていうので、沖縄、候補その1。で、候補2、ちょっと一旦食べます。ねえ、肉汁がもう、やばい。最高。お風呂上がりに洗顔じゃなくて肉汁をブシブシしたい。ティッシュだかー。あっという間に完食しました。で、何話してたっけ。そうそう、旅行先か。もう一個。その2、候補その2が、韓国。韓国もね、ずっと行きたくて、大学3年生ぐらいの時に一回行ったんですけど、野郎4人で行って、仲いい。高校のメンツで行って、弾丸で1泊2日で行ったんですけど、もう全然楽しかった。ただやっぱ大人になったんで、韓国行ったら、カジノとか行きたいなと思って。まあ、カジノ行ったことないんで、海外でカジノ行ってみたいなってので、韓国。あと、まあ、もちろんご飯も美味しいし、いろいろなんかね、インスタ映えそうなスポットも多いし、まず買い物ね、御殿場じゃなくて、御殿場って、韓国もアウトレットがあってさ、めっちゃいいっぽくて、なんか質が。だからアウトレットを巡りしたいなとか思って、韓国行きたいですね。で、その3、北海道。まあ、夏に行く北海道ってのが、いいって言うじゃないですか。最近、今年のね、春ぐらいにも行ったんですけど、2月か3月か、1月か2月か3月か4月に。ふわっとしすぎだね。3月に行ったんですけど、よかったんですよ。北海道また行きたくて、やっぱもうグルメメインだね。基本ご飯メインかな。で、まあ、沖縄はね、そのやっぱマリンスポーツをめっちゃやりたくて、海にもバーっと何も考えずプカプカ浮かんでたいってので、沖縄で買い物、グルメメインの韓国、そしてまあご飯。まあご飯メインかな、北海道って言ったら。スーシー北海道を体験したいってので。その3つが上がってます。どこにしましょう。どこに行ったらいいかな。コメントしてください。いつまあお休みをね、取っていくかっていうのも全然決まってないんで、行けるかもわかんないんですけど、もし行けるなら、その3つで迷ってます。うまっ。事故です。たくさんね、おしゃべりしてたら、もうすごい、開けてみますよ。こちら、嘘でしょ。俺、汁、1000ぐらいのとこまで入れたんですけど、嘘でしょ、ピンと回らないっていう事故が起きてる。時を越えないよん。やばい、また、見えるかな、ね、線がほら、ここにあるでしょ。そんぐらい入れてたのに。やばい、カピカピになっちゃうよ。砂漠球。いただきますね。チリトマ先輩の方を。カップヌードル皆さん何好きですか？僕ね、実はちょっと大学生の時とかまでは、もうぶっちぎりでシーフード。シーフード一択だったんですけど、なんかまたこれ大人になってからなのかな？チリトマすごいハマっちゃって。トマトは世界一嫌いなんですけど、チリトマだといけるんですよ。生のトマトはきつくて。チリトマカップラーメンのトマトはすごいね、いけて。ちょっといただきますね。うめえ。久々に食べたな、なんだかんだ。美味しいな、チリトマ。これね、もうさ、いっぱいアレンジレシピとか YouTube で検索したら出てきそうだね。アレンジなんてしなくていいわ。いやー、でもなんかしっぽり食べるのちょっと寂しいですね。僕、なんだろう、大人になるまでさ、一人でご飯屋さんとか行けなくて、なんか寂しいなっていう気持ちが強くて、絶対誰かと行ってたんですよ。連れ飯みたいな。連れションみたいな感じで。
もちろんトイレも絶対一緒に誰かと言ってましたし、そんぐらいちょっと寂しがり屋なんですけど、ふとね、大学の後半ぐらいで、まあさすがにも行かざるを得なくなるじゃないですか、一人でね、ご飯。で、フラッと初めて入ったのが、地元のね、あの、横浜屋っていう、まあラーメン屋に行ったんですけど、あ、案外、案外普通にいいね。自分のペースで食べるといいなっていうのね、遅かったな、知るの。20代超えてから知ったんですけど、なんかね、昔はすごい、一人で食べてる人を見るとなんか、心が痛くなるっていうか、かわいそう、なんか、かわいそうって勝手なんか失礼なんだけどさ、なんか、寂しくないのかな、なんか一緒に食べてあげたいなっていう気持ちがすごい、毎回芽生えちゃって。だから、なんだろうな、そんな気持ちって皆さん共感できます？できる人いるかな、なんかそう、大丈夫なのかな、多分その人からしたらもう余計なお世話だと思うんだけど、なんか一緒に食べたいなみたいな、って思っちゃったんだよね。ただ、それもね、急に変わるんすよね、人って。気づいたら一人で食べるようになってたわ、僕も。あー、みんなで食べたいご飯。美味しい、やばい。あっという間にチリトマもなくなっちゃいました。で、ちょっとね、普段は絶対やんないよ。普段はもうキッチン流すんだけど、ちょっとやってみようかな。水でちょっと割って、濃いからね、もう全部飲む。なくなりました。ダメだ、辛い。ダメだ。何したんだ、俺。美味しかったです。あっという間にチキンと、ラーメンとスパムおにぎり、まだ残ってた、すいません、まだ残ってました、全然ごっちごち残ってたわ。うん、うん、ふん。でも暇だな、ホテルって。みんなってホテル泊まる機会あったらさ、何して過ごす？俺何しよう、こっから。パソコンも持ってきてないから編集もできないしな。何しよう。なんかね、静岡県、もしくは、まあ、東京、神奈川以外のとこに行ったら、そのなんかローカル番組とかってあるじゃん。だから絶対すぐホテル着いてテレビつけるんですよ。で、なんかその、地域だけのさ、街ブラとかおもろくて、俺結構見んの好きなんだけど。なんかね、そう、街ブラがめちゃくちゃ大好きで、なんか、僕が実家行った時は、毎週土曜日のお昼にね、有吉散歩っていうのがあって、あと今だとなんか、成り行き街道みたいな、もともと芸人のハライチの澤部さんがやってて、今また、澤部さんから、花子に変わったのかな？なんかまあ、街ブラ、俺街ブラとかすごい好き。もう、のんびりゆっくりしてる、平和なロケとかすごい好きで、ずっと見てられるんだよ。で、まあそういうのもやっていきたいなとか思って、こちゃんとかで。そう、街ブラとかってさ、なんかその地域に行った気になれるじゃん。それがやっぱね、すごい好きで、昔は、その、実家行った時はね、日中の昼間とか見てたんだけど、まあ、そういうののローカル版、地方にしか、あんまり普段のさ、レギュラー番組で見ないような人がさ、地方の番組で抜擢して大活躍してるみたいなことも多いから、そこで結構、なんか、あー楽しいってなるんだけど、今回東京でしょ？何しよう。もうブラブラしたくもないしな、人多いし。お風呂入って、スマホゲームかな。みんな何して過ごすの、本当に。友達とかいたらさ、部屋読んで、ね、遊べるけど、トランプとか。それがちょっとね、むずいよね。どっか泊まった時の暇つぶしアイテム。ちょっと今回は、しないですけど、また次回どっか泊まった時とか、ゲリラで生配信しようかな。もうなんか夜遅いからさ、もうみんな寝てると思うし。なんだかんだね、ご飯食べてくっちゃべってたら、まさかの今何時？10時半前か。まあ、のんびり過ごします。まあ、てな感じで、まあ、今回はね、ホテルで、のんびりご飯楽しむ回でした。ぜひ皆さんまた次回の動画で、のんびり会いましょう。バイバーイ！グンナイ！チッチキチ。ウェイウィ。チャオラーヘッチャラー。胸がパチパチするほど騒ぐ元気だ。まスーパーサイジプルーゴットゴットティーン。またしたな、またしたな。
みんな待たせたな。悟空ブルーのお時間。悟空ブルー、悟空ブラック、悟空ゴッド、スーパーサイヤ人ゴッド。今日はこいつだ。顔を蹴られた地球が怒って、テレンをファチュレッチュさせる。